その通りよ。コースにあるわね。救済には偶然はないジョディとボブはコースを世界に伝える上で絶対欠かせない役割を果たしたのケンは「コースの意味を人々に教える責任を担うだろう」とジェイは指示したのね彼はヘレンととても親しくなった現在コースが外国語に翻訳される時には1,300ページにわたる本の一字一句を「 翻訳者が本当に理解しているかどうか、ケンが確認するのよ。これはケンがコースの唯一の教師だという意味ではないけれど彼は将来最も偉大な教師の一人だと言われるでしょうね。これから何百年いえ何千年も学習者も学者も彼の書いたものを読むでしょう。そして優秀な学習者であるあなたがその気になればこの生涯で直に彼から学ぶ機会があるでしょうよ。 あんた方ががいるのに、彼が必要かな。確かに私たちはいるわでもいつまでも現れるわけじゃない他にも行くべき場所インスピレーションを与えるべき心がありますからね私たちが現れようが現れまいがあなたは学び続けるべきなの安心なさい私たちはいつでもあなたと一緒にいるジェイもねあんた方がいなくなったら誰と一緒に学ぶかを考えなくちゃね ところで僕はマリアン・ウィリアムソンがコースの主な教師だと思っていた先週ラリー・キングのテレビに出ていたし本当のことを知らなければ彼女がコースを書いたと思ってかもしれないよああ聖なるラッパーアーティストのマリアンね彼女はただの教師の一人よでも講演の才能と個人的な資質のおかげでコースを大勢の人に紹介する役割を誰よりもよく果たしているのだけどそれぞれの人がどこまで進むかは 結局、それぞれが決めるのよ。コースは外国語に訳されているって言ったね。そうよ。あなたバイリンガルじゃないわよね。僕は英語だけで精一杯さ。翻訳ってことで言えば、J のコースはキリスト教よりもずっと早く広がっています。100年後には、コースは J が神の言葉を語ったものだと世界の人々の相当数が認めるでしょうね。でも。 実行されなければ何の意味があるかしらだからこそあなたにはコースが何を語っているかをはっきりと知ってほしいし少なくとも大体は掴んでもらいたいのそれはあなたが考えるほど優しくはないかもしれない1975年にコースが人々の手に入るようになってからコースを真似たチャネリングの本や技術様々な教えが爆発的に増えたし信者の多くは それがコースととと同じだだか、似たものだという。でもよく訓練された者の目には他の教えにはコースの一番大切な部分がが欠けていることが見えます。コースをコースたらしめている部分がね他の教師たちを攻撃したくはないけれどコースのメッセージの正当性をはっきりと主張してはいけないこともないでしょう。奇跡のコースには何者にも代えがたいそして 霊的的なな考えの量子的飛躍を表す重要な部分がある実はその一部をコースの学習者や教師や翻訳者の大多数は無視していますけどね2,000年前の J の教えもそうだったけど世界はいつものようにその一部を幻想の中に取り入れ精霊の真のメッセージを隠蔽し真実を包み隠そうとする私たちはあなたの気に入らない考えも省略しません それを聞いて抵抗を感じたり、受け入れられないとしても、それはあなたの勝手です。でも、少なくとも聞いていないってことにはならないわ。前に、絶対的な真理は二語で言い表せるって言ったよね。テキストを読んでいて、その二語が何なのか分かったと思うんだけど、でも確かめたいんだ。その二語って何なのそう急がないで。八回目の議論で、 悟りとは本当は何なのかを話し合うときに出てくるわ。ところで、先日の朝、J にちょっとびっくりさせられたんじゃなかったっけちょっとなんてもんじゃなかった。すごかったよ。あれは確かに彼だった。そう。あれはジェイの声、神のための声、精霊の声よ。いずれあなたも経験するけれど、真のあなたのシンボルでもある。結局は、 コースが精霊について説明している通りですもの彼のそれは神のための声でありそれゆえに形をとっているこの形は彼のリアリティではない彼のリアリティはその真の子であり彼の一部であるキリストとともに神のみが知っているつまり声は精霊いつもあなたとともにあるもののシンボルなの。 もう気づいたと思うけれど、聖霊は男性でも女性でもない。キリストでもない。J がコースで聖書的な隠有の言葉を使っているのは、キリスト教を修正するためです。神の子キリストは男性でも女性でもない。あなたのリアリティよ。そして、あなたは個人じゃない。ただあなたという個人を体験しているだけ。訓練は体験のレベルで行われるけど、 現在の体験をはるかに超えたところに導かれるでしょうコースがあなたとあなたの兄弟について語るときは「ほう息子」という集合の中の一見バラバラに分かれて断片的に見える部分を意味しているその部分があなたが今見ている偽りのイメージに象徴化されているわけ声はさまざまな方法で君に語るから君だっていつもあの朝のようなやり方で声を聞くわけではない。 それどころか必ずしもヘレンのように声を聞く必要はないし大抵の人は一度も聞くことがないだろうヘレンには過去世で積み重ねられた贈り物があったから J は彼女の許しを得てそれを使ったんだが彼はその方が分かりやすければ精霊と言ってもいい実にさまざまな方法で人々に働きかける彼の考えを君に伝えるのもそうだそういう考えは ふと君の心に浮かぶだろう。それが与えられたものだと気づかないこともあるだろうしどこか別の場所から来たと気づくこともあるだろう実は別の場所なんてないんだけどねこの声は結局ジェイと共にそれぞれの部分を完成させたブッダやアサンディットマスターすべての声でもあるジェイとブッダは競い合ってはいないそんな幻想を持つのは彼らではなく それぞれの宗教の信者だけさ彼らの声は君が夜に見る夢を通して伝えられるかもしれないもちろんそんな夢が現実ではないのは昼間見る東映と同じでそれ以上でも以下でもない夜見る夢を通して人々に語るのは精霊の得意のやり方なんだだが彼の声は君が誰かの考えを聞いてそうだその通りだと感動する時にも伝えられている あの朝の J のメッセージについて言えば君が一番重要なのは「無意味な」という言葉だと思ったのは正解だコースを勉強し始めた人は決まって何かを犠牲にすることを求められると誤解する教師用のマニュアルにはこう書かれているね何か物が奪い取られるように見えるかもしれないそんなものは無価値だと認識されるだけだということが初めのうちは なななかなか理解できない。コースではこのことと幻想の世界の無意味さを詳しく教えているゲイリー君にもわかるだろう。誰でも自分の人生には意味があってほしいと願うがその意味を間違った場所で探しているんだこの世界でね人々はどこかに深い空虚感を覚えていてその穴を形のレベルでの達成や関係で埋めようとする。 だが、定義からして、てそんなものはすべ一過性だ。だから、テキストの初めの方で J が教えているように認識しなくてはいけないんだよ神から離れたという感覚だけが唯一あなたが本当に修正しなくてはならない欠落であるコースの J はキリスト教の J と同じではないし二つの思考システムは両立しないキリスト教では J の身体的苦しみのイメージが非常に強烈な意味を持っている。彼は君とは違う。彼だけが神の一人子だからというわけだ。だが、コースの J は、彼と君は一つだから、君もまた神の一人子、キリストだ。少しも違いはないし、しかも、君はいずれそれを体験できると教えている。私に関わることで、あなたが達成できないことは何もない。 私が持っているもので、神から来たものでないものは何もない。今の私たちの違いは、私は他に何も持っていないということだ。二つの思考システムが調和しないなら、キリスト教徒はどうコースを勉強するんだい簡単だよ。少なくともキリスト教徒以外と同じくらいに簡単だ。コースは常に心のレベルで行われるのであって、世間的なレベルではないからね。 教会や寺院やその他の礼拝場所へ行くのは社会的な現象と見るべきなんだ。ある種の公的な礼拝は常に社会の重要な一部だし、現代の宗教組織の多くは明らかにコミュニティに良い影響を及ぼしている。だが、本当に救済が見いだせるのは心だよ。ある場所やものが本来的に神聖だなどということはない。それはただのシンボルだからね。だから、 ある宗教や組織に属していて、あるいは普通の生活を送りながら、心のレベルでコースの思考システムを実践することは十分に可能だ。別に他の人たちを奇跡のコースに回収させる必要もない、もちろんそういう方向に導かれるのを感じたらコースの話をしても構わないよ。だが大事なのは、そうしなくてはならないわけではないということだ。君の霊的なひらめきが、 自分の中にだけどっちにするかは君が決めればいいコースは物理的な世界での義務とは一切関係ない繰り返しになるがこれは君がどういう世界観を選ぶかって問題なんだからねするとカトリック教徒が悲しみの聖母のミサに参列しながら心の中では J は何も犠牲を求めてはいないと認識していいってことなんだそうよ。それに、 カトリックだけじゃないわ。あなただって知っているようにどんな宗教にも幸せな人と苦しんでいる人がいるヒンズー教徒にも神を礼拝するために苦行している人たちがいるでしょさまざまな宗教の幸せな信者たちでさえ結局は苦しむことになる無意識の思考システムに組み込まれているからよだからキリスト教徒は彼らの罪をあがなうために ジェイが苦しんで死んだと信じたがるほらあなたは以前サザンバプティストの可愛い女性信者にイエスの血を浴びなければ決して天国の門には入れないって言われたことがあったでしょあああ,あ,あったあった僕はそれじゃあ1リットルくらい欲しいがどこに注文すればいいのって聞き返したよ <laughs> 私たちが何度も言ってることを忘れないで コースは物理的ではなく精神的なプロセスなの。いずれあなたも全てが精神的なプロセスで物理的なプロセスではないと理解するでしょう。カトリックやバプティストといえばもう一つ解釈という重大な問題があるのよね。今キリスト教についてそれぞれ独自の解釈をしている会派は世界にいくつぐらいあると思う数百どころか2万を超えているのよ。 そりゃあびっくりだなイエス様ヨゼフ様マリア様どうなってるんです <laughs> イエス様やマリア様のせいじゃないよもう一つ質問がある今2万以上の会派があってそのどれも J のメッセージを本当には理解せず J のメッセージが何を意味するかについてもバラバラで一方世界は本当は全然変わっていないとしたら奇跡のコースについて 2万もの異なる解釈が生じることが人類にとって役に立つなんて思えるかいそれは習字的疑問ってやつだろうだから本当にコースに示されている J のメッセージを学ぶなら正確な解釈はたった一つしかないと強調したんだね。偉い人たちが自分流の解釈を捨てる必要があるんだろうな。それはすごくいいことだろうと思うけどね。なかなか鋭い感覚だ。いいぞ。 感覚なんかを評価していいのかい真の感覚というものがあるんだよ。もうじき話してあげるがね。コースを解釈しようとせず、正しい意味を理解しなければいけないと注意したが、もう一つ、君が自分の本の中でコースの言葉を引用するなら、我々がどの部分の話をしているのかをはっきりさせておく必要があるね。面倒かもしれないが、それも、 コースに手を加えず、メッセージが変えられたり失われたりするのを防ぐプロセスの一部なんだよ。我々の言うことを信じた方がいい。2000年前には真実を維持することは不可能だった。現在でも J のメッセージが再び失われるのを防ごうと思ったらそれはとても難しいがしかしやってみていけないことはないからね。それじゃあ2000年前に人々は J の言葉に自分の言葉をくっつけて彼のメッセージを 自分たちの信仰に都合のいいように変え始め気づいたらどれが彼の本当の言葉でどれが他の者たちの言葉だか分からなくなっていたそういうこと <laughs> まさにその通りそんなことが繰り返されていいと思うかな思わないさだけどコースが教会を支配する中心的権威が法を定めているキリスト教のようになるのを防ぐにはどうすればいいんだろうそうならないための防止策はコース それ自身の性質にあるんだよ。奇跡のコースは宗教ではない。君にも分かっている通りコースがまとまった形を維持しできる限り正しいメッセージが保存されるなら長い目で見れば自学自習の教えという性格がきっと優勢になる。事実コースは時代を先取りしているんだ。今大切なのは君が実行することさ。教会が樹立された後は。 聖職者だけが聖書を読むことを許され人々は教会の言うことを聞くしかなかったって本当かいああ本当だよ当時はほとんどの人は文字が読めなかったしね今の君たちはいろんなことを当たり前だと思い印刷機は1450年代になるまで存在すらしなかったことを忘れているあらゆる聖典を含め情報は教会によって厳しくコントロールされていた大衆が聞かされていたことしか知らないなら 権力者がが信じさせたがるののと違う結論を出すのは、極めて難しいね。1700年代になって初めて相当数の人々が文字を読めるようになりまた十分な本が出回って社会に変化が起こり始めたんだ現在人々は自分で本を読んで考えることができるし手に入る情報もはるかに進んでいる J がコースを与えるまでになぜこんなに長い時間がかかったのか不思議かもしれないねだが 現代になって、やっと人々の側の準備ができたんだよ。そうそう、話題を変えるつもりはないんだけど、不思議な光を見た。あの体験について、今回は忘れずに聞いておきたいな。僕が何を聞きたいかは分かっているんだろうけど、だって。僕のことは何だって知ってるらしいから、あの光の体験はコースと関係があるのかな？そう。君の体験が始まったのは1年前だが、コースの勉強に繋がった。 心のレベルでの君の決断と関係しているほとんどの人々はそういう体験をしていないし体験がなければコースが効果を上げないということもない君はまだワークブックをやっていないが15課の3番目のパラグラフを見れば J がその現象について触れているのがわかるよ読んでみるかいうん、そうしようえー、っと、うんあ、ここだな先へ進むにつれて あなたは多くの光のエピソードを体験するかもしれない。それは、さまざまに違った形をとるし、その一部はとても意外かもしれない。だが、怖がらなくていい。ついにあなたの目が開いたという印だから。それはいつまでも続きはしない。真の認識の象徴に過ぎず、知識とは関係ないからである。知識と知識への導きとの違いについてはいずれ話し合うから、 もう少し待ちなさい。それから君の神秘体験についてももっと詳しく話そう。